一階級中込学校は、長野県佐久市中込にある、重要文化財。1872年の学生発布を受け、1873年に、佐久群下中込村、今井村、三河田村の三村組合立のナルチ学校が開校。当初は、下中込村の小林寺を、仮校舎とした。 1874年には新校舎建設に動き出し、1875年12月に完成した校舎へ移転。1876年5月に、第6大学区第17中学区第7番、中込学校と名称を改める。明治期の長野県は、初等教育に力を注ぎ、教育県とまで言われていたが、その中でも最初に建てられた本格的な校舎が、 中込み学校である。下中込み村の村民が校舎新築を決意したのは、村出身の大工、市、川城次郎が自分なら安くて良い校舎を実現できると請け負ったからだと言われている。建設費は、請負い契約では380円となっていたが、大幅に費用がかさみ村民の負担と、村内特殊化の寄付で総工費のほとんどを賄って建設された。 最終的な建設費は6000円超となったことから、後々まで村の財政を圧迫した。1919年に新校舎が完成すると、旧校舎は中込町役場、中込町公民館、中込市館、作詞役所分室、作詞開発校舎に再利用された。1966年1月27日に、長野県だからに指定。 1969年3月12日に、旧中込ミ学校校舎として、国の重要文化財に指定され、同年4月12日に、旧中込ミ学校として、敷地を含めて、国の史跡に指定された。アメリカのサクラメントへの渡航経験を持つ、当領、市、川城次郎の設計及び思考により建設された、義王風建築である。 公衆地域の擬用風公社の中でも早い時期のものであることに加え日本の擬用風公社では類例がないほどアメリカの影響を強く受けている点で重要な意味を持つ建物である建築面積259.4平方メートル木造2階建て屋根は寄せ棟作りつま入り三加はラブキ正面に玄関ポーチとベランダを設け屋上に 平面八角の塔屋を設ける。外壁は漆喰塗りの大壁とし、窓周りのアーチ型や建物四隅の隅石形は黒漆喰で形成する。正面側を除く他の三面は腰壁を下見板張りとする。内部は一点二階とも奥行き方向に廊下を設け、その左右に部屋を配する中廊下式平面である。一階は玄関の左右に小部屋を設け、 その先は右手に2階への階段と宿直室があり、その奥は、公道と教室とする。公道、教室間の廊下は内方から上を板壁、下を開放とする。室内は板張りだが、1階奥の奥行き半間分は、土間とし、元あった付属屋への通路となっている。2階は、廊下の左右に、校長室、教員室、教室など、計6室を配する。 玄関扉上の半月窓と2階廊下月あたりの丸窓にはそれぞれ色ガラスをはめ込む。窓りはアメリカの1870年頃の小学校を映したものとなっており、玄関の左右に男女別のワードローブ、その先全体が一つの教室となっている。塔の形も暴浪風に降乱を巡らし釣り道路に近いプロポーションを取る、儀風の塔ではなく、 ペンキ塗りの下見たばりで、細長いプロポーションとなっており、イギリスからアメリカに渡ったものを参考にしたと、見られている。一方、正面の2層のベランダは、横浜の外国人居留地に建てられた頃にある様式、コーナーストーンを廃した石張り風の漆喰壁は、林忠宏の儀用風館長、礎石と柱頭飾りは、江戸時代の寺院の礎石、といったように、 ギ業風らしく様々なデザインが取り入れられている。八角塔には太鼓を吊るしてあったことから、太鼓楼、窓にはすべてガラスがはめられたことを珍しがり、ギアマン学校などとも呼ばれた。太鼓楼の天井には、世界各地の首都を示す、ホイズが描かれている。ありがとうございます。